最初はそんなに重要ちゃうよ。はい、どうも、ゆいです。さあ、今回はね、最近コメント欄あんままちょっと返してないんですけど、まあ、できる限り返せるやつは返してるんやけど、コットンに対しての質問が結構多いなーっていう気がしたんで、ちょっとね、返していこうと思うんですけどね。最初ってほら、結局その、リビルダブル、要は、例えばね、こういう RDA とか、RTA、まあ、ジェネシスとかもあるけどさ、まあ大体そのコットンを使うじゃないですか、ビルドするときで。ゆうさん何のコットンを使ってんのとか、味が変わるのとか、いろいろ聞かれるんですよ。まず、一つ目ね、はい、これコットンで味って変わるんですか。はい、これね、変わります。変わるけど最初はそんなに気にしやんくていいかな。コットンでもそのただのコットンじゃなくて、そのセルロースとか、そのあんまり詳しくは知らんけど、繊維質自体のそのものが違うっていうのがいろいろあって、これはその出してるコットンメーカーさんによって使ってるものが全然違うんですよ。例えばシートタイプもあれば、普通のふわふわのやつもあってとか、あと繊維方向が一定になってるやつとかね、あとだいぶ前にあったベイパーズチョイスコットンとか、ああいうその本当になんていうの、一定方向にずっとなんかシルクみたいに流れてるような感じのね、繊維質のやつもあったりとかするんやけど、味は確かに違ってくるし、コットン臭って呼ばれるものって絶対出るんですよ、どこのコットンでも。あのコットン臭、ケミカル臭っぽさがないって言われてるコットンとかでも、例えば剣道とかでもそうやけど、やっぱりね、まず匂いは若干出ます。ゼロではない。というかこれに関しては自分が使ってるリキッドでかなり変わってくるんで、その辺考えると、全部が全部じゃあその同じ抵抗値で組んでて、同じウィッキングでやってて、その同じなんかって言われると、それはまた違ってくる。うん、例えば甘い系のリキッドを入れるとそんなに匂いがせんへんとか、じゃあフルーツ系のリキッドを入れると一発目、2、3発パフして吸って出した時の匂いがきついなっていうのは割とあります。はい、じゃあ次行きましょう。ベイプ吸っててコットンを引き抜くと緑色に変色してます。これって何ですか。あれは多分熱が原因やと思うんやけどね、明確な原因は分かんないです。これあくまでも個人的な、まあ感想なんやけど、多分香料とかとの相性ちゃうかなっていう、熱のね、熱に対してその香料が、例えばそういうそのエアの供給量が間に合ってないとか、間に合ってたとしてもそもそものその香料自体がもう熱に耐えられやんとかね。特にブラス、真鍮の素材とカッパ、銅でね、作られてるような RDA とかやと、そもそもそのデッキ自体が変色してくるっていうことがあって、それと似たようなもんなんかなっていう気がするんですけどね。これは逆にその知ってる人はコメントで教えてもらいたいなっていう、明確な原因っていうのをね。まあ気になる人はね、なるべく短いスパンで変えてみたらいいんじゃないかなと思います。無害やったとしても精神衛生上良くないというか、見た目悪いとね、ってなんかなるやん。うん、で、あとそういうその色が出てくる傾向としては、なんかね、味がすげえ悪くなってくるし、まずくなってくる。試しにね、やってみたらわかるんやけど、組んだ状態でリキッドある程度浸した状態で何回か吸って、まだちょっと湿ってるな状態で1週間ぐらい放置すると、まあ変色する。うん、コットンとかは。なんでその辺をまあ一回やってみて、どれぐらいのスパンで交換するべきなんかなっていうのは、もう自分が使ってるリキッドとそのまあ V ワットで使ってるんだったらワッテージどれぐらいやったかなっていうのを検証するぐらいしかないかなっていう感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。ベイプ用のコットンっていろいろ出てると思うんですけど、ベイプ用コットンって初めから買った方がいいの。はい、これはね、僕もベイプ始めたての時いろんな人に聞いたんですよ。どんなコットンがいいんですかって聞いたんですけど、言う人は例えば高原堂のコットンがいいよ、クレドポーがいいよ、いろんな意見があるんよ。この辺ほんと好み。特に剣道とか、ああいうその剣道のゴールドじゃない方とかって、もうただの何、綿の塊みたいな、もうぶっ
チってちぎってぐるぐるって丸めて入れやなあかんとか、最初の染み込みが悪いとかっていうのがあるから、剣道ね、出始めの時は結構使ってたけど、今全然使ってないんですよ。じゃあそれが悪いか否かっていうのはまた置いといて、いいのか悪いのかなんてね、その辺はもう使い勝手は自分の好みやからあれやけど、最初結局ビルドを練習する時って、まあワイヤーもそうやし、コットン、この2つはもう基本的に消耗品やから、最初からそんなあのワンパック例えば1000円1500円するようなコットンっていうのをいきなり買う必要は全くない。というかその辺でお金をかけるぐらいやったらリキッド買ったりとか、まあ、安くで売ってるアトマイザーとかでね、いろいろ最初試してみて、でそれで自分である程度きっちりビルドができるようになったなっていう時に、じゃあそこからコットンちょっといろいろ試していこうかっていうような道順が多分一番コスパがいい。頻繁に練習を繰り返してて、失敗成功失敗成功って繰り返してると、まあすごい速度でコットンなくなっていくよ本当に。だって俺最初始めた時とかさ、薬局で売ってるコットンパフ一箱を買って1週間とかでなくなったからね。ひたすらもうビルド練習してて、違うな、あこれも違うな、あまた焦げたみたいな、そんな感じ。うん、なんでお財布事情にね余裕がある人やったら別に最初から買ってもいいやろうけど、そもそもなんでそんな消耗品に対して最初からバカみたいに金かける必要はない。それはあくまでも自分のビルドの仕方とか使い方が、あ俺バックエン向きやなとか、あ俺は MTL でタンクでこうやって吸う方やからこういうコットンがいいなっていう、そのある程度自分の中で答えが出てきたら、ベイプ用のコットンじゃあこういうのがどういう使い方に合ってるかなってネットで調べるなり、店舗さんのスタッフに聞いてみるなりで、それを自分で選ぶっていうのが多分一番見つけやすいかなっていう気がします。まあね、あのシートタイプとかもね、結局あれ性能はいいんやけど慣れやんと使いづらいんよ本当に。なんで、うん、その辺考えると、最初からそんなになんかやるぞみたいな感じで意気込んでね力入れても、まあ飽きるから。まあね、ベイプって基本的にお金がかかるんですよ。リキッドもそう、バッテリーもそう、ワイヤーもそう。でもっとアトマイザー買うにしてもね、年間トータルで考えると月1個買ってたとしても、まあまあな金額いくからね、年間で見るとね。まあね、何にせよかんにせよね、あのランニングコースはなるべく抑えたいんでね、あのコットンはある程度自分が使い方が決まった段階で選んでください。それからでも全然遅くないから、はい。というわけで今回はね、コットンに関するいろんな質問をちょっとまとめてみました。はい、ここからメルマガ、そして LINE アット、たまに不定期で配信してます。他のね、過去のコットンレビューとかやってるのこの辺貼っとくんで見てみてください。そしてチャンネル登録、ここから。というわけで今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いします。